どうも皆さん、森のニーナです。正直、自分の見た目も長持ちさせたいということで、今日はエイジングサインが出るのをとことん遅らせたい、私が調べに調べまくった、何よりも老化防止に大切な糖化を阻止するためにやっていること紹介していきます。それでは始まります。スタート。何気なくやってた行動が老化を加速させる行動につながっちゃってたら嫌じゃないですか。だからこの動画を知った上で皆さんが今後どうしていきたいかっていう判断材料になれたら嬉しいなと思います。まず糖化とは、糖化って聞くと糖分をとりあえず取らなければいいって思われる方いると思うんですけど、食べ物が体内に入った時に余分な糖分が体内でタンパク質と脂質と結びつけられた時に糖化っていう現象が起きるんです。この糖化っていう現象が起きると肌のシワとくすみ、たるみとなって現れます。糖化予防するとどんなメリットがあるかというと、一つは透明感が出る、長期的な肌の張りを保ちやすくなる、肌が乾燥しにくくなる、髪の張りやツヤが出てくる。最高じゃないですか。なんでこれらの効果が得られるかというと、まず透明感が出る理由としては、透過って老けさせるだけじゃなくて老廃物も生み出すんですよ。老ける上に老廃物もかいってね、思わず突っ込みたくなっちゃうんですけど、その老廃物がなんとね、皮膚の細胞に蓄積してシミとかくすみになっちゃうんですよ。だから透明感がなくなっちゃうんですよ。つらい。2つ目の肌の張りを保ちやすくなるっていうのは、コラーゲンがタンパク質の一種でエラスチンが繊維なんですけど、この2つはこういうね、綺麗なコラーゲンがこういう感じで、それをエラスチンが支えてるっていうね、この構造が肌の張りとか弾力を保つのにすごく大事な構造なんですね。何らかの理由で老化物質が加わった時に繊維同士をくっつけちゃうんですね。そうすると、これによって繊維の柔軟性が失われてしまって、肌の張り、弾力が失われてしまいます。これを避けることによってお肌の張りを保ちやすくなるというわけです。乾燥しにくくなるというのは、肌本来が持ってる保水力っていうのを老化物質が加わることによって少しずつ進む炎症反応が肌細胞の保水力っていうのを奪っちゃうんですよ。なので透過予防することによって体が本来持っている保水力っていうのを保つことができます。で、この次の髪の毛の張りやツヤを保ちやすくなるっていうのは、透過ってタンパク質を壊しちゃうんですよ。いや、回しかない。なのでこれも透過予防することによって髪の毛の張りツヤを保つことにつながります。それではここからがやっと本編です。透過予防のためにできること、今日から明日からでもすぐにできることばかりなので、実践して頑張っていきましょう。まず1つ目、食後のウォーキング。透過の原因って血糖値の上昇だったり、上がりっぱなしな状態だったりとかで引き起こされるんですね。なのでなるべく血糖値が急激に上がらないようにしたりとか、上がった時に対処するっていうことが大事なんですよ。ご飯を食べた後1時間後が一番血糖値が上がるピークなんですね。そのタイミング、もしくはその前後から運動を取り入れることによって透過予防につながります。食後45分から90分で言われてます。ウォーキングの時間としては30分から1時間がおすすめです。2、食事中に緑茶を飲む。とにかく血糖値を急激に上げないっていうことが大事なので緑茶を飲むことがおすすめです。仕組みはというと、緑茶はカテキンが入っているので、カテキンには血糖値を抑える効果があるので、急激に血糖値が上がってしまうことを防いでくれます。3、よもぎのお茶を飲む。老化物質って体に蓄積されていっちゃうんですよ。このよもぎにはなんと蓄積された AGEs、 老化物質を分解する効果があるとポーラの研究で分かったんですよ。ポーラは独自の研究なんですけど、128種類ものハーブだったりの中からよもぎが一番 AGEs の分解ができたっていうことが確認されたんですよ。2週間で減少できたっていう結果が見られたそうです。私もよもぎ取り入れるようになったんですけど、粉末で取るようにしてます。なんでかっていうと、血管年齢は若い方がエイジングケアになるっていうのを聞いて、粉末じゃないと意味ないって健康系の番組で言ってたんですよ。そっから私はお茶で何か美容の効果を取り入れたい時に粉末で取り入れるようにしてます。 Amazon でこちらの無農薬で国産自然栽培無添加のものを買ってます。続いて、6時間以上寝る。透過の原因は食べ物からだけじゃないんですよ。ストレス、これやばいです。
寝不足だったり睡眠の質が悪いと体ってめちゃくちゃストレス耐性下がるんですね。このストレスが糖化につながって老化を加速させちゃいます。質の良い睡眠、十分な睡眠は成長ホルモンをたくさん分泌させてくれて脳をねしっかり休めてくれて自律神経も整えてくれるのでストレス耐性を上げてくれます。寝不足だと肌調子悪いなって時あるじゃないですか。ストレスから来る糖化によって老化は加速します。私の不眠が治った睡眠の質を上げる方法っていうのをこちらの動画で紹介しているんですけど、1個だけこちらの動画でもシェアさせていただくと、シャッフル睡眠法っていうのがすごくおすすめです。あとは日常的になるべくカフェインを取らない、良い眠りのためだけじゃなくてタイミングを間違えるとストレスを感じやすい体になってしまうんですね。特に朝飲むとホルモンバランスが崩れちゃうので朝はなるべくコーヒーを控える方がおすすめです。果糖、ブドウ糖、液糖を含む食品を避ける。果糖、ブドウ糖、液糖などと表示されている、甘味料ってブドウ糖の10倍以上糖化のリスクがあるんですよ。驚愕ですよね。例に挙げるとジャムとかフルーツジュースとか清涼飲料水によく入ってます。甘いもの系のコンビニに売ってるものはほぼこれが入って出て本当にびっくりしました。結構一般的な、人工甘味料なんですよね。何が一番怖いかって果糖、果糖って血糖値が急激に上がるとかではないらしいんですよ。だけど直接細胞に届いちゃう種類の糖らしいんですね。だから糖化のリスクが砂糖とか小麦とかよりも10倍リスクがあるそうです。食べちゃいけないわけじゃないんですよ。少量だったら全然 OK、 必要な糖分があってで余った糖分がその糖化のリスクにつながるわけなので、フルーツも程よくだったら OK。 AGEs 老化物質が多く含まれる食べ物を避ける、こちらの動画で詳しく数値までねしっかりとね作り込んだ動画を作ってあるのでこちらも見てほしいんですけど、ざっくりこの動画でも紹介すると、とにかく高温調理されたものは基本的に AGEs がたくさん作り出されている食べ物になります。特に分かりやすく例で挙げるとポテチ、 AGEs ってタンパク質と糖が結びつけられることによって発生するんですね。ポテチなんて AGEs をそのまま食べてるようなものです。バターも AGEs やばいです。私この前の動画の時に AGEs のこと AGES って言ってるんですけど、正しくは AGEs と読むらしいです。最後の項目、食べる順番、野菜から食べて血糖値が急激に上がらないような食べ方をする。私がやってる工夫としてはプチトマトを絶対家に切らさないようにしてるんですね。例えば出前で吉野家頼んだ時にわざわざサラダ頼むまでもないな、別に今食べたくないなってなってどんだけ頼んじゃったとするじゃないですか。サラダ食べたくなくても簡単に口に運べるものっていうので私はプチトマトを選んでるんですけど、なるべく4つは最低食べるようにしてます。はい、いかがだったでしょうか。今日は老化防止のために大切な糖化を阻止するやり方7選紹介させていただきました。今まで、ちょっとエイジングケアしたいけどどうやって糖化予防したらいいか分かんないってねちょっと悩んでた方とかが、少しでもこの動画を見て今後ちょっと取り入れてみたいな、参考になったなってねちょっとでも思ってもらえたらすごく嬉しいですこの動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタン押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではこれからも頑張っていきましょうね。またね。